はい、じゃあね、最後はね、もうちょっとこれは切り出したりはしないかなと思うんですけどね、後から編集はしたりはしないかなと思うんでね、ちょっとね、軽くやっちゃおうかなと思うんですけどね。ポンと、早速いきますね。はい。ヒーリングというですね、展示です。海外危機ギャラリーですね。海外危機を紹介するのは僕初めてかもしれないですね。村上さん企画ですね。はい。で、かなりね、多くの作家が出てますね。どこで展示？あ、ペロタンで展示したんですね。ペロタンの韓国、ソウル、パリ、上海、の3つの展示会場で行った、やっと展示らしいですね。で、すごい売れたみたいですね。まあ、ヒーリングですから、その、ヒールズ、癒すってことですよ。作家数すごいですよ。だから、ミスターさん、高野綾さん、青島千穂さん、おびちゃん、くらやえみさん、マッドサキ、テンガワン、カシン、何ですか、カシンルーン、フューチュラ、大谷浩司作詞、上田雄二、森田真ですかね、これ、村上さん、前川秀樹、細川雄太、レディメイド・セント・マイケル、ヴェルディですか、これ。元秀康さんですかね。T9G、長澤翔子、さん。で、僕、ごめんなさい、どこがどこの作品かちょっとよく分かんなかったんだけど、こういう、あれですね。でも、このなんか DM って気持ち悪いですよね。これやばかったですよ、これ。これ入り口こういう感じですね。でね、人めっちゃいましたね、人が。まあ、さすがですよね。この辺のマットサキさんとか分かりますね。大谷浩司作詞さんとかね。その、これミスターさん。ミスターさんやっぱいいなと思ったけどね。で、まあ、メインの作品は、これちょっとぼやけちゃってるけど、まあ、人がいっぱいいたよってことね。これね、ドブくんいっぱいいました。ドブくんがずらっと並んで、カイカイちゃん、キキちゃんもいました。ね。おしゃれな人がいっぱい来てました。ね。いや、これね、もうえぐすぎる。ゾンビ村上さんとゾンビポムちゃん。これね、もうね、異常、まあ、クオリティやばいんですよ、これ。包丁がビューンとさせてさ、こういうことなんだけど、すっげえのよ、これもうね、もうトラウマになるよ、これ。こんな子供見たらトラウマになりますよ。で、相当リアルに作ってるんだと思うんですよね、この血管とか、ゾンビ。こんなリアルなゾンビおりまっかな。いやー、すごいですよね。ちょっともうあんまり映さないようにしますね。ごめんなさい、これあんまり映さないようにするね。で、まあ、ちょっと引きの絵にしようか。で、ポムちゃんもすごいのよ。なんか引きの絵ない。あ、これぐらいにしようか。もうちょっと引きないかな。でね、やっぱね、僕ね、これ思ったけどね、村上さんってね、やっぱりね、村上さんって初め出て、村上さんって日本画専攻の博士号第1号じゃないですか、芸大で。ちなみに女性の第1号って誰か知ってます？松井冬子さん。松井さんさ、これまた、僕まだちゃんと読めてないんです。これ出たの知ってます？別冊対応で、松井さん特集が出たんですよね。ね。すごい久しぶりに松井さんの顔を見た。ね。あんまり表に出てくる人じゃないからね。だからね、これ松井さんのこれまでのね、なんてやってきたことが全部まとまってて、すっごいいいですよ。で、松井なんか個人情報もかなり出してますね。松井さん子供生まれたんですよね。結構前にね。男の子が生まれてね。なんか東大の研究室で海外の方なんだけどね。と結婚されて。っていうのとかあったりとかね。で、これまで、これなんかずっと何してたんだろう、松井さんって思ってたと思うんだけど、これもまあ一応、有名はっちゃ有名だったんだけど、襖絵描いてたんですよ、実は。襖絵。で、それほとんど公開されてます。ね。ちょっとね、松井さんのこれまでのやつとね、違うから。面白いよ。これちょっとね、本物見ないと分かんないけどね。あ、これはもう松井さんだね。こっちは松井さんだけどね。これね。こっちの下の方はすっごい松井さんらしい。これ蝶がね、ふわっと飛んで、ものすごいいい構図。ぐわっと飛んで、ぐっと降りてきて、下の方にバーッと溜まってるみたいな。蝶か蛾かなんか分かんないけどね。すごいね、これね。こういうのはすごいけどね。結構ね、ディテールがあってね、面白いんですよ。
これまでのね、本当にね、いろんなこと、あとね、初公開なんだけどね、松井さんって高校生の時に漫画に雑誌に応募したことがあるんだって。で、それが漫画雑誌に載ったんだって、いきなり。新人で。で、漫画家にならないのかって誘われたことあるんだって。これね、初公開だって書いてあった、これに。でも、びっくりした、俺。で、いや、私が画家になるからやらないですって言ったらしいけど、でもな、じゃあ、なんで応募したんだって思うんだけどね。いや、すごいね。でも、だから松井さんって、まあ、うまいのはうまいんだろうけど、どっちかというと、漫画みたいなのがうまかった人なのかな。なんか油絵科にこうずっとなかなか行けなくて、女子美短大かなんか行った後に OL しながら、OL したけど、まあすぐ辞めてね。で、また芸大の日本画受験して受かってっていう感じの、結構苦労人、かなりね、苦労人なんだけど、ただまあ入った時点からね、幽霊の松井さんっていうのですごい有名だったみたいだけど、映像作った時の話とかもありますよ、これ。松井さん映像作ったでしょ、予感美術館の時。話とかあってね、これすごいんです。ごめん、村上さんから離れた。なんでかっていうとね、僕ね、村上さんね、日本画出身っていうことがね、すごくね、今重要なポイントになってきてる気がするとね。それどういうことかっていうとね、村上さんね、クオリティじゃなくてね、やっぱり結局コンセプトが重要で、マーケットが重要でみたいな感じで、今もね、まあ言ってるわけだけど、結局ね、今ね、村上さんが作ってる作品ってね、全部ね、クオリティの勝負ですよ、あれ。と僕は思う。だと思うのね。だから、クオリティをもうギリギリまで高めていくっていう、もう変質鏡的なまでにね、クオリティを高めていくっていうところの所作によって初めてマーケットに、差を指すっていうかな、そういうことをやってると思うのね。だから僕はそれすっごくね、日本芸大の日本画を出た人っぽいね、ことをすごく最近やってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。で、この作品もそうだと思う。確かに細かいところはゾンビとかね、そういうなんか衣装はまとっているけれども、やってることはすっごい日本画っぽいっていうかね、そういうことを僕はやっているような気がしましたね、僕はね。だからやっぱり正当な後継者っていうかね、やっぱり正当な後継者っていうか、正当なその革命家なんだと思います。なので、おそらくですね、どこかの時点で村上さんは日本画のある種の頂点みたいなこととして再評価されるんじゃないかという気が僕は最近していますね。というか、それやらないとやっぱり日本画は変わらないんじゃないですかね。と思いますね。はい。これ陶器いいですね。いい陶器だと思いますよ。マッドサキさんなんかもね、いいですよね。はい。ミスターさんですね。いいですね。これ結構好きですね、僕ね。マッドサキ。ああ、なんかその綺麗な、なんかモデルっぽいお姉さんたちが来てたから、なんか面白い絵だなと思って撮ってみたっていうね。モデルっぽくはねえか。こういうね、ものがありますね。この辺、帯ちゃんですね。これ、青島さん。これ結構良かったですね、青島さんね。帯ちゃんも良くなりましたね。これ、畳の方のドブ君。ドブ君、やっぱいいですね。こういうのもすっごいクオリティ高くなってるんだよね。こういう展示もなかなか面白いですよね。どんどん人が増えてくるっていうね、そういう展示でしたよ。おしゃれな感じ。麻布のおしゃれな感じのね。ね。まあまあ、そういうことですね。はい。ということでですね、ヒーリングヒーリングという展示ですね、を紹介させていただきました。開会キキアラリでしたね。はい。ということで、皆様ね、ぜひね、いいね、および、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はね、これぐらいでね、ポンポンポンと紹介させていただきました。まあ